本日はですね、8月の終わりから9月、まあ、秋に入りかけのうまい魚5選をご紹介したいと思います。まあ、いろんな魚を見てますけど、その中でもね、特にこれはこの時期美味しいなっていう魚を5つ選びましたので、今日もね、サイズと産地お伝えしていこうと思いますので、ぜひ動画の方最後までご覧ください。はい、まず第5位です。第5位は茨城県平潟の本ボタンエビ 40g サイズぐらいですかねを第5位にしました。はい、こちらのね、ボタンエビは 40g ぐらいのサイズなんですけど、普段見るボタンエビとちょっと色が違いますよね。でもこちらのエビが実はですね、本ボタンエビなんです。で、非常にね、甘みがあって美味しいエビなんですけど、普段ね、ボタンエビとして流通しているエビは富山エビというふうに言われています。まあ、15センチから2センチぐらいの、ね、大きさが多くって、背中にですね、赤褐色の縞模様を持っているのが、それをボタンエビと言うんですけど、本名はですね、富山エビというエビなんです。で、一方このこちらのね、ボタンエビというのは日本の固有種で、北海道南部から四国までの太平洋側のみに分布して、水深300から、ね、500とか深いところに生息します。生態で15から20センチぐらいが多く、体色は橙色でございます。無角高の少ない超高級魚としても知られ、刺身やね、寿司のネタなど生食されることがほとんどで、頭とかね、渋谷とか寿司のだしにしたりとか、そういうふうにも使われております。で、非常にね、鮮度も良くって、サイズもね、ちょうど良かったん で生食でちょっと食べてみました。非常にね、味噌も濃厚で、ね、美味しかったですね。卵と絡めて食べると美味しいんじゃないでしょうか。で、深海なんで、そんなにこの時期だから美味しいっていうこともないと思いますけど、今の時期はこの卵を持っているので、卵と一緒に、ね、食感を楽しめるのは、まあ、この時期のおすすめなんじゃないでしょうか。はい、ということで第5位は本ボタンエビ、平潟の本ボタンエビ 40g でした。はい、それでは本日の第4位です。第4位は宮城県気仙沼の生の戻りガツオ 3.4kg でございます。いい魚体してますよね。頭と尻尾がちっちゃくて、胴体が広くて、非常にいい形してます。で、根も透き通っていてね、非常に鮮度もいいんじゃないでしょうか。で、おろした身がこういう感じなんですけど、おろした時のこの艶に沿った色、非常に赤みが濃くって、味の濃い感じの色してますよね。玉の部分です。程よく脂が乗って、きめ細かく乗っていて、非常に美味しそうですね。皮を剥くとこんな感じ。で、皮目に脂がびっちりついてました。で、切ると、で、皮目大体5ミリから6ミリぐらいですかね、に油が乗って、これでニンニク醤油ですとか生姜醤油ですとかたっぷり薬味でね、食ったら最高にうまいですよ。ということで、今が時期の旬の気仙沼 3.4 キロ生の戻りガツオが今月の第4位でした。はい、今月の第3位は高知県室戸の特大イサキ1キロサイズでございます。以前にもね、初夏の時にイサキ時期だったので一回でご紹介したんですけど、このイサキもですね、非常に脂が乗ってたんで、これはね、ベストに入れないわけにいかないなと思いまして、今回3位に入れさせていただきました。ね、形もめちゃくちゃいいですよね。いかにも脂が乗っているっていう身の厚み、尻尾の締まり方してますよね。この上から見るとこう盛り上がってるの、体高も非常に高い。で、目見ていただくと鮮度も良くて、非常にね、いいイサキでした。で、これ、おろすのね、期待してみたんです。で、おろしてみたら、こんな感じ。やっぱ、この縁側。この縁側の油の感じ。ね、カレーとか開くみたいな真っ白な縁側ですけど、夜中のところの、この皮下脂肪、非常に油がありました。ここがやばいですよ。この背中のこの上の付け根のところ、こんな真っ白な先っては、多分ほとんど見ることないと思いますよ。これだけ油を出る先は、本当に珍しいので、今月の第3位は、高知県室戸の先。1キロサイズでした。第2位は北海道日高より参りました銀星という白鮭でございます。 3.4kg 銀星っていうタグのついているね、白鮭なんですが、こちらの鮭はですね、銀毛というふうに言われています。銀毛とはどういうことかというと、秋に産卵のために川を遡上する前の沖合で漁獲される鮭なんですね。なので川に登る前の油が体に乗っている鮭なんです。で、この時期の鮭は体の色がね、銀色で銀毛だけなんていうふうに呼ばれています。銀毛は低地網で 1% から 5% ぐらいしか取れないと言われている貴重な脂が乗っている鮭なんです。
見た感じもやっぱりね、しっかり身が胴体が太くいてしっかりしますよね。銀星というね、あの札がついて、この時期になると市場の方でもね、出回るようになりまして、あ、今年も銀星が来たからなんてね、そういったふうに言われるような代名詞でございます。で、おろしさんにはね、非常に色が濃いですよね。白チェックってもう少しね、色がね、淡い感じするんですけど、このね、銀星はね、しっかり色を持っていて、しっかりね、味がありそうだなというふうに感じるシャリです。でね、この銀星ね、まあ、鮭なので、生食で食べる際は、一回冷凍して、ね、解凍して、まあ、他の方ではね、グリーンベランって言われてますけど、食べるようにしてください。実はですね、今日ここに、銀星ありますんで、ちょっとね、食べてみたいと思います。背中の部分、トラの部分もありますので、ちょっとね、食べてみたいと思います。いただきます。身がしっかりしてる。歯応えすごい。回転寿司とか食べるサーモンって歯応えないじゃないですか。くにゃってしてるわけです。これはしっかりとサクサク食べれるぐらいしっかりしてて、味が濃いですね。おいしい。お腹の部分いただきます。すごい脂があるって感じじゃないんですよ。ちゃんと食べ応え、味がうまいシャケですね。で、今回の第2位、銀星と言われている北海道日高の銀毛の白鮭 3.4kg でした。はい、今月の第1位は千葉県勝浦さん 35.2kg 生のキハダマグロでございます。ね、キハダマグロって不思議なんですけど、なぜかね、急に脂が乗り出すんですよ。急に脂が乗り出して、脂の乗り方も身全体に脂が入るんです。見てください、全身にこう下から上までね、ほら全身脂が入る時期があるんです。なんか1ヶ月とか2ヶ月で終わっちゃう時もあれば、でしばらく続くこともあるんですけど、今年はね、この時期にいきなり良くなりました。で、魚体はこんな感じ、取ってるなっていうね、いい魚体してます。でこれなんか、ね、脂がありそうな予感がするねなんて見受けのね、人から外も話してたんですけど、まあ、開けてみたらね、大当たりこの釜の部分、もう脂ぶっちり、非常に脂があって素晴らしいキャラでした。はい、ということで、このキャラマグロのこの部分です。この部分がありますんで、砂ずりって言われてる部分です。一番下の大トロの一番先っぽって言われてる砂ずりの場所があるんですんで、そこのね、お刺身をちょっとね、食べてみたいと思います。いただきます。爽やかですね。で、もちもちしてて脂がこうあるんですけど、スッとなくなるよう上品な脂で、イガダマグロ独特の香り、なんていうのかな、もうどちらかというとインドにちょっと似てるような感じで、やっぱね、さすがですよ。美味しい。このマグロは、この時期じゃないとこんな美味しくならないんで、ぜひね、この時期食べてほしいと思います。はい、ということで、うまい魚のレポートでした。うまい魚でも、時期とか、なんか水温とかで全然変わっちゃいますよね。魚って面白いな、奥が深いなって改めて思いました。また、2ヶ月3ヶ月後に、変わりゆく魚のレポートしたいと思いますので、ぜひね、動画の続きをご覧ください。最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。こちらでした。ナイス。